どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、大阪桐蔭ということでね、もう大阪桐蔭はね、もうほんまにね、まあ安定にね、最強のね、S クラスですね。はい、実力とかはね、もうもちろんほんまにね、もうスーパースターの、ね、集まりですからね、まあ弱いはずがないですよね。で、まあその、ね、弱点とか、まあどういうチームに当たったら、ちょっと負けそうなのかとかね、そういうのをね、ちょっとね、具体的に言っていくと、まず大阪桐蔭の、ほんまにね、まあ試合のね、成績を見ていくと、2回戦、東高校10対0、枚方渚11対0、城東高校7対0、正代栄8対4、早稲田摂陵7対3、履正社12対2、東海大仰星3対1。で、あ、結構出ましたね。秋は、秋も大阪優勝、近畿優勝、神宮八強、関東一高に5対9でね、負けてるんですよね。で、選抜8強、報徳に4対1。で、大阪大会は、2対1で学院に負けてると。でもね、しっかり、夏ね、甲子園出てきたと。ほんでね、このね、夏ね、出てきたことに、一番まあ貢献した、何がね、プラスにね、働いたのかっていうと、やっぱりね、このね、南くんちゃうわ。新しくね、俺名前南くんでした？名前酒井くんみたいな名前じゃなかったっけな、南くんやったかな、東海大仰星戦にね、掘ったね、ピッチャーの子が、あれ名前何やったかな、待ってくださいね、今ちょっと名前調べてるんですけど、森くんですよね。森くん背番号何番なんやろ、こうして。背番号16番なんか。この森くんがね、なかなかね、躍動して、このね、ピッチャーがやっぱりね、僕はね、もうキーマンになってくるのかなと、なんか前田優吾選手みたいな感じでね、もうほんまにこの春手前ぐらいまでは、この平島くんとかがね、ちょっとこう不安定で、大丈夫かみたいになってたんですけど、ね、決勝戦ね、見る限りね、この森くんってね、最速151、で身長189ですから、かなりね、まあ、言うたら大阪桐蔭のなんかめちゃくちゃね、大阪桐蔭らしくないね、ピッチャーやと思うんですよね。まあ桐蔭のね、野球ってどちらかというとね、前田は街道みたいな感じでね、ほんまに、マニュアルのね、なんかなんて言えばいいんでしょう、それこそ徳山選手とかなんか試合をね、作れるね、右ピッチャーみたいな、あの名前なんでした、あの背高いね、あの炎上しとった子、前田優吾選手の1個上の川なんちゃらこうね、みたいな、川なんちゃら、名前何やったっけ、名前忘れたんですけど、その子とかみたいに、なんかこうね、試合をね、作れる右ピッチャーっていうのが、結構ね、大阪桐蔭あるあるっていう、ね、イメージあったんですけど、じゃなくてね、ほんまに重野五郎みたいにね、ピンチになったらギアを入れるみたいなね、このピッチャーがなかなかね、いいんで、だからやっぱこのピッチャーがおることによって、なんかね、打者たちもやっぱそれに乗っていくと。でもね、今年は桐蔭 S ランクなんですけど、まあ正直な話ね、打撃はね、別にね、そこまでやと思うんですよね。まあその履正社からめっちゃ打ってるとか、やっぱそういうのあるんですけど、このね、やっぱね、東海大仰星が、やっぱなんかね、この桐蔭の、なんか負ける時のヒントをね、なんかちょっとこう教えたかのようなね、試合だと思うんですよ。それはどういうことかっていうと、やっぱり右のね、緩いの、ね、右の変化球の緩いのに対して、やっぱり全然打ててなかったですし、でやっぱりそうなってくると、なんやかんやね、調子悪かったね、徳丸くんがね、やっぱ当たり出すっていうね、まあ、そこはね、なんかね、さすがやなって思いましたし、やっぱそのね、対応力がね、すごいなと。ね、思いました。で、だから逆に言えばなんですけど、そういうね、技巧配点になった時に、どう勝っていくのかなっていうのが僕の中のね、一個ね、なんていうんですかね、こう、楽しみというか、で、技巧派で、行政の場合はね、その相手のまっすぐとかに対して、やっぱり下位打線は全く打ててなかったんですよね。でもやっぱりこの下位打線でも甲子園で当てれて、ほんで、なおかつ、技巧派をね、要してるチームってあるじゃないですか。例えばね、技巧派ですけど打撃はね、速球得意みたいな。どこがあったかな、
あれどこやったかな、あの左ピッチャーのところ、あれ名前を忘れた。ね、待ってくださいね。まあ、岐阜城北のピッチャーも確か緩かったっけな。まあ、岐阜城北じゃないわ。まあ、それこそ、あれどこやったかな、ちょっと、度忘れしちゃったんですけど、まあ、そういうね、技巧派のピッチャーがエースで、ほんで、なおかつ、あ、そうです、霞ヶ浦ですね。霞ヶ浦のあのね、長身の、左のね、緩いピッチャー相手とかに、これ打てるかなとも僕思うんですよね。で、やっぱ霞ヶ浦は速球も、ね、実際に予選で打ってきてますから、その下位打線も、速球に強い。ほんで、左の緩いの、で、左対左になってくるから、こうなってきたら、主力の、酒井選手とか、徳丸選手が左バッター、ほんでラマル選手調子悪い、こういう左ピッチャーとの対戦になった時になかなかね、厳しいね、展開になるのかなと。だって実際ね、打線がね、ほんまにね、その桐蔭ってほんまにね、結構あるあるなんですけど、なんていうんですかね、こう点差ほどなんか実力的なんか、開いてない試合っていうのが結構あるんですよ。だから逆に言えば危なっかしい試合みたいなのも、点差がね、バーンってね、このね、7対0とか11対0とか開いてるから余裕に見えるんですけど、この城東高校との試合なんて、ね、5回まで1対0のね、1対0ですから。だからなんか結構ね、5回までこうずっと、あれ大丈夫か大丈夫かみたいなんで、急にね、爆発的にね、点数取るみたいなのが、大阪桐蔭のね、まあ、スタイルでもあるんで、だからこう、なんていうんですかね、打線がね、結構、なんていうんですかね、いきなりバーンっていく、ね、履正社の時みたいにバーンっていく場合もあるんですけど、結構技巧派相手にやと、なかなかね、手こずる印象があるんで、だからこう、霞ヶ浦とか、やっぱりこういうね、今年ね、そういうね、ピッチャーがね、地味に多いんで、あと、どこやったっけな、大社みたいなね、大社高校とかもね、結構ね、ものすごい、ね、守備がね、硬くてね、ピッチャーがね、ややこしいね、結構いいピッチャーの、ね、タイプですし、で、あともう一個あったんですけどね、あ、そう、聖カタリナのね、ピッチャーなんて初出場ですけど、フォークとスプリットばっかで、それもね、やっぱり、ね、大阪桐蔭の打線からすると嫌なタイプやと思うんですよね。だからやっぱりそういうチームに対してどう打っていくのか、どう勝っていくのかっていうのが、今年のね、大阪桐蔭の、まあ、課題ってよりか、どう打ち崩していくんやろっていうね。だからやっぱり、なんやかんやで、もう、本格派は、もう、今朝丸くんレベルじゃないと、もう通用しないんですよね。桐蔭打線に関しては。だからやっぱりその、ね、今朝丸くんみたいなピッチャーが、桐蔭をね、本格派で、ね、抑えられますけど、もうそれ以外はね、中途半端な、その、145、6のね、ピッチャーがね、右のオーバーハンドがね、行ったところでね、もう一緒なんで、それやったらね、履正社のピッチャーですらね、打たれてるんでね、ボコボコに。それやったら、もうとにかくね、技巧派。もうほんまによっぽどのエースじゃない限りはね、もう技巧派でね、攻めるしか、この大阪桐蔭をね、崩すことはね、ないのかなと思います。だから、霞ヶ浦のね、長身ナックルボーラーとね、ちょっと対戦してほしいなと、僕は個人的に、ね、思いました。ね、だから、なんでしょう。ね、右の本格派ね、打ってるイメージなんですけど、左の本格派に対してはね、どう打てるんかなっていうね、疑問もありますし、でもね、右の本格派でね、その夏前まではね、阿南光のね、吉岡くんにね、完璧に、抑えられて、ね、練習試合負けたとかもあるんで、だからほんまに、速球派のね、やっぱ修正みたいなのをね、結構してきたと思うんで、だからね、この夏はね、やっぱりこう強いチームをね、作ってきたね、やっぱ大阪桐蔭ってね、さすがやなと思いますし、なんかね、それをね、こう、下関国際がね、倒したみたいに、なんかね、角度の違うピッチャーでいけば、またね、可能性あるんじゃないのかなと。なんか、それのヒントをね、こう、教えてくれたのがね、東海大仰星のね、あのピッチャーの子やなと。なんか、ほんまにね、めちゃくちゃね、いい試合でしたし、桐蔭打線にね、しっかりね、こう、抑えきれなかったんですけど、やっぱり3点に留めたっていうのは、なかなかね、すごいことなんで。まあ、だから、やっぱり、高校野球ね、一発勝負ですから何があるか分かんないんで、まあ、桐蔭はね、この森くんが出てきたことによって、ちょっとね、
投手陣に、安定が出てきましたけど、やっぱり内野でまだね投手陣はねちょっと不安定なんで、でもまあその選手層とかを比べる、思うとやっぱねエースランクかなと。でもね、まあ、勝つか負けるかはね、実際ね、試合やってみないとわからないんで、だから技巧派相手には僕はね、なかなか手こずるのかなと思いました。はい、ということで皆さんね、今日はぜひコメント欄で。それでは、お疲れ。